はい、一つはね、楽器の練習あるいはスポーツなんかとよく似てまして、発音はいきなりできるようにならないんですよ、なかなかね。で、楽器は繰り返し、ピアノなんかね、もう膨大な時間と労力をかけてやっと、まあ、それなりの曲が弾けるようになっていくので、韓国語もね、パマ中、中級の初めの段階ではね、もういっぱいできないことだらけ、うん、でそれをね繰り返し、もまたこの人、前の時も言ったのに、またできていない、またってもう出すたんびに同じ指摘をされ続けて、1年経てばちょっとできるようになるっていうふうなね、そのぐらいの蓄積が必要なんです。なので今からまあ何か発音してもらおうと思うんですけども、まあそんなもんだと思ってほしいのと、添削もね、もしよければまた再開というか、申し込んでいただいて、で中途半端でいいんです、抜け抜けでも、もうわからないけれども出しますっていうふうにしてね、中学校の英語でもわからないとこだらけでも、やってるうちに中3ぐらいになればちょっとはね、なんか分かってくるんですよね、うん、分数とか円周率とかなんとかね、小学校高学年の算数も中学校のどこかでなんとなく分かってきて、本当に理解ができるようになりますので、そう、平方体とかね、そんなのね、なんとか変則なんていうのはずっと出続けるの、うん、だからどこかでねストーンと入るから、間違えても間違えてもまたもうめんどくさいとかわからないと思ったらすっ飛ばしてね、空欄のままでも出して、うん、で録音もしんどい時は今回は録音できませんでしたっていうことで出して、でも続けて進んでいくのが結果的にプラスだと思いますね、うんうん、何か手元に今読み上げるものありますか？はいはい、じゃあ、はいはいはい、じゃあそのパワチュー、黄色い本のどこでも結構です、一番お得意な部分をちょっと読んでみてください。はいはい、うん、ね、はい、もうそこまでで、いっぱい出てる気がするのね。まずね、とってもお上手、自信持ってください。で、速さも声もよく出てる。ただね、おれけおれん、おおね、もっと唇を尖らせてこもるような音になるね。普通の日本語のカタカナのおれけおるんじゃなくて、おお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 、うん、おれけおるん。もう一回どうぞ。うん、でチュッコがね、もうちょっと激音らしさが欲しいかなっていう感じ、うん、なんか普通のカタカナのチュッコってうん、チュッコなん、チュッコ、うん、アジュチュッコ、チュッ、そう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 、アジュのジュも唇ね、うん、そうそうそう、うん、ヌニマニネリゴイスミダ、そうそう、うん、はい、次の行いきましょう。うん、とってもいい。次の行、うん、スキーヌン、やっぱりね、激音、日本語のカタカナのスキーにならないように、で、スキーヌン、何でしたっけ、インキーヌン、スポチュ、これもスポチュ、うんうん、スポチュ、うん、そうそうそう、そうで、ちょっと意識すると声の響きが変わるんですね。だから最初に読み上げていただいた時はちょっと日本語的なカタカナ的な感じがする。がちょっと心がけて唇を尖らせるだけで韓国らしくなる、うん、次の行、うん、そこになるといろいろ出てくるね。カンウォンド、カン、鼻に抜き、カンウォンドな、
うん、ちょら。そこ、うん、うん、うん、でちょっとねプットって聞くよね、プッククプクプクね、あのパッチムの記憶プット、ちょらプット、ね、そぶっか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 っていう時のぶ、そう今いいと思います。今そのキヨの言う時にベロがぐっと後ろについてる。でぶっでと、そう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 。オッケー。ほんなら関音度、関音度な。うん。ちょら。そう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 。そうそうそう。うん、今ちょらはあの良かったんですけども、最初に読んでもらった時はちょらに聞こえるのね。うん、ちょっと、うん、リュールを待つっていうかね、そのベロにが当たってる時間が短すぎる感じ。ちょらちょらぷくとずん。そうそう。あのね、ちょっとねちょらに聞こえる。ちょらね、ちょら。ちょらぷくとどん。う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 ん。今、OK です。大丈夫。ちょらぷくとどん。うん。また、プットに聞こえました。ぷっ、ぷっと。うん、うん、うん。そのパッチの記憶の位置ですね。うん。チョラブクトドゥン。うん。あ、その次どうぞ。うん。そう、スキジャンギって、その、そこをあまり切らずに、スキジャンギすみだ。そうそうそう。そう。でちょっとね、あの、すむ、すむにだのむが、もうちょっと我慢して、いすんにだ。OK。今、綺麗です。ね、ほぼ、ほぼ大丈夫なんだけど、ちょっとだけ、いすむって、なんかね、聞こえるような、聞こえないような、今みたいに、いすむにだってなったらダメね。ダメ。そこを、うっと我慢して、いすんにだ。そうそうそう。うん、じゃあ次どうぞ。うん、今のね「タロ」の「ロ」が多分唇が中途半端な感じがする。スキルル「タロ」、あの「お」「お」大きな「お」なので「タロ」。そう、普通の無意識にやっちゃうと、あの唇が寄る方の「ロ」ね、あのどこそこ「え」行くの「ロ」タロってなると違うんですね。タロ、うん、何々しに行くの、あの縦長のローなので、うん、もう一回スキルルタロ、うん、うん、なのでね、細かく見ていくともういっぱい出てきて、で多分今からもう一回最初からってやると同じようなところがまたチェックになるんです。なかなか一回では治りきらないので、もう地道に繰り返すしかない。でもポイントが分かってると治しやすい。うん、いや今のチェックした部分を意識して、あとうん十回練習すると随分とお上手になると思いますね。